真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはある。うまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。
あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい？ああ、そうだな。あんなに急いで。お弟子様も後を追ってあんなに急いで。お弟子様、ご師匠様は門の方へ向かわれましたぞ。何年行ったらわかるんだ。俺は売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。これはうちに伝わる家宝なんだよ。手放したらご先祖様にたたられちまう。ごめん、引き立てだよ。ひろき殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。またじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどこさ。じゃあもう一杯をくれよ。少しでも足しになるならよ。そう来なくちゃ。はい、毎度あり。いいね、ありがてえ太平の世に一杯。間違いねえ、賊が森の中にいんのさ。ああ、そうさ。あの世の入り口も湖にあるな。いや、あいつらの寝床を見たのさ。俺たちが先にやらねえと、皆読み送りにされちまう。脅かすんじゃねえよ。よそ者がカモシカ狩りでもしに来たんだろうよ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。
さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだというのさ。まあうまくいかねえこともあるさ。けどけ、明日の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制す者じゃ。ここは一番道場じゃねえ。どうかお待ちを。足りなくなることはございません。ついてねえ。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませんが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。楽にしてやれ。喜んで。一体何が望みでこんなことをしておるのだ。救いだ、愚か者が。そいつを楽にしてやれ。喜んで。こいつらは一体何が望みで。おくし。てい。願いでござりまする。お辞儀を。かたじけねえ、かたじけねえ。あいつらは全部持っていきやがった。
この向こう水なもののふは誰だ。聞け手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け愚かなわっぱが。叩き切れ死ね。復帰を手を抜くか。おめえら、うん、神様の化身か何かでございますか。かたじけない、色木様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定する頃じゃ。読み送りにせ。この先は誰も通せん。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、色木様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。諦めな。逃げくださり。
様は守り神様。誰もおらん。行くぞ。こっちだけが最後じゃ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが、相方が無事であればよいが。腕が、なんてこった。百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオノミコト以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。頭をかじってやる。野郎は一匹だけだ。大監視はいつ来てくれるんだい。
赤子をどこへ連れてったん？門は放っておけ。壁を逃げるなら今のうちに。この切れが。奴らが退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。こいつらが幾分信心深いかによるな。よせ！先人たちを蔑むな！役立たずでも許されるか。ふっ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 。やしろの中に何かある。命乞いするなら死ね。ここにおとどまりを。されど先生は。ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し。我が我が父を討ち取りし時よりも参れ。刀さばきを見せてみよう。何の修練も積んでおらぬ。何もできぬな。わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊め、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。
恐れの主とは我のことよ、ジジイ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。喉を噛めろ。首を落とせ。切り落としてやる。
生きておろうが死んでおろうが、拙者は神川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽な役目。お見送りにすぎる今のうちじゃ。用なしのゴミかぶりが。うわの仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。諦めな。命乞いするなら今のうちじゃ。切り裂け。
ろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。刻んでやる。切り刻んでやる。やっと頭を引きちぎる。橋は落とされておる。されど古い金掘りのマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。もう案ずることはない。かたじけない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。負け犬が臆病者が。くっ、
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。切り裂け。女をすぐさま放せ。お前は後だ。何のこと言ってたのかさっぱりわからん。ご慈悲を。あっしゃあこの男を死なれ。容赦ない仕打ち。助けは来ない。やつらは鬼じゃ。女房をどこへ連れてっただ。雷神様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったら。死ね。ご慈悲を。命だけ。どこのお方か存じませぬが、まことにかたじけのうございます。早く桶を持ってこい。
ずいよ。逃げるなら今のうちじゃ。止めようとしたんじゃ、されど、されど、措置はなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場でどうぞお気をつけて。かたじけない。クズ野郎が、どうや、貫く真の像がもう一つあったか。
を抜くでない、気を抜くでない。気をつけろ。もう食い抜け。せいや、貫く真の像がもう一つあったか。気を抜くでない、気を抜くでない。頭を引きちぎっちまいな。こっちだ小僧。貫く真の像がもう一つあったか。己を買いかぶりすぎじゃ。貫く真の像がもう一つあったか。気を抜くでない、気を抜くでない。今のうちじゃ。今だ。
命乞いするなら今のうちじゃ。ちょっと失せろ失せろクズが殺しちまわねえんだ定為様は殺しちまわねえんだ定為様はまずもてあそぶのがお好きなのはおめえもよく知ってるだろいやそれだけじゃねえ何かあるに違いねえそうさもっとでけえものがかかってるやったたつこの野郎がおうちじゃどい場じゃ森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃやっと現れおったが皆待っておったぞこれが大将かもしくはただの手下に過ぎぬか
我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しだ。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。お前の苦しみ今だ。の喜び頭を引きちぎっちまいな。やれ。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできまい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く村人も敬っております。
ない孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ。